がこっちと、電子書籍作成、販売プラットフォーム、パブなどを運営する企業、及び NTT ドコモのスマートフォンや電子、ブックリーダーを対象とした、電子書籍配信を行う NTT ドコモ上での、サービスの名称である。NTT ドコモと大日本印刷は2010年8月4日に、電子書籍出版の企業を設立すると発表。 大日本印刷が2001年に立ち上げたウェブの書斎の後継サイトとして2010年11月25日に開始した電子書籍販売サイト、本とのプラットフォームを活用しての展開となり、2010年10月28日にドコモスマートフォンに向けの試験サービスを開始。文芸書を中心に約40万件ダウンロードされた。2010年12月23日に株式会社、 2D Fact が設立され、2011年1月12日にニダファクトとして、ドコモスマートフォンを対象に、ブックストアニダファクトを通じて、商用サービスを開始した。また、同日付でフォントの運営が、大日本印刷から 2D Fact へ移管された。これによりフォント及び 2D Fact は、ドコモと DNP とのジョイントベンチャー事業として運営される。 利用には専用の Android アプリ、ブックス s t o r e にダファクトを使用する。同アプリの起動画面において、p o w e r イフ by Honto と表示されるのは、Honto のプラットフォームを使用しているためであり、コンテンツの購入、ダウンロードには、Honto におけるアカウントの登録が必須である。2011年6月より、マルチデバイス1コンテンツ試作の実行により、事実上、Honto サイトと購入コンテンツが、 共用化された。これにより、閲覧したい対応端末をホントのアカウントに登録することにより、複数の異なる端末間でダウンロードの上閲覧することが可能となった。これについてはホント対応機種参照のこと。決済方法としては、ホントで取り扱うものに加え、2011年4月頃より、ニダファクトアプリからのアクセスに限り、 NTT ドコモの SP モードコンテンツ決済にも対応している。なお、NTT ドコモの電子書籍配信サービスとしては、2002年10月から M ステージブックという名称で、インフォーゲイト経由でのパソコン PDA のデータ、通信ユーザーを対象に提供し、2005年にサービス終了した。なお、同サイトにおいても、本ントと同じ XMDF フォーマットを採用していた。 2012年5月1日、それまでマルゼン CHI ホールディングス参加の図書館、流通センターが運営していたオンライン書店 BK1 の運営が当社に移管され、同年5月17日に本都に統合された。2015年10月1日、大日本印刷より同社が運営する携帯、スマートフォン向け電子コミック配信サイト、漫画こっちを呼び、 携帯向け電子小説配信サイト、ヨミッチ、携帯向けグラビア配信サイト、お約束写真館の運営を会社分割により、承継した。2016年10月31日に、株式会社ブクログのセルフパブリッシング事業、パブーを譲り受け、2018年5月8日、7月1日付で、コントの運営を、親会社の大日本印刷に変更することを、発表した。 ありがとうございます。